チャオ、あちゃんです。今日11月の12日火曜日、あちゃん家の晩ご飯、豚肉のね、薄切りをニラで炒めます。豚ニラしようかな思って、で、それと鶏レバーこう出たから、レバーを甘露にしとこうかなと思ってんねんけどね。レバーまだもう14日までいけるからまだいいかな。明日しようか。今日もまだまだ病院行ってたから、で、明日また朝から病院行くからな。どっちにしても忙しいよな。やっとこうか。できるかな。やろうか。やろう。ご飯炊いてる間にやってしまおう。まずボウルに、さっきボウルが良かったかな。なんかレバーをね、砕けます。汚れちゃう。血がね、ザーッと臭みが。まずね、心臓、ハツと肝を切り離して、いつもね、ちっこすぎんねん、煮るときだから、ちっちゃくなってしまって、なんでかな、適当に切ります。中をね、出して血を出さなあかんから、こうね、こっちやるでしょ、これを出すんだけど、いつもキュキュって絞って出してんだけど、これね、下茹でします。ちょっと調べたら、ね、下茹でしたら簡単みたいなんで、臭み飛ぶって書いてあった。まあ、あんまり臭み気にならへんねんけどね。子供食べてくれへんからね、もう肝は。量はね、微妙に食べてくれる時もあるけど、ちょっと分かんない、今回は分かんないから、まあ、あっちゃん専用になるかも分からんけど、時々ね、やっぱり肝は食べたくなるのよ。結構肝好きでね、焼くのはあんまり好きじゃないけど、焼きすぎてしまったら味がなくなってまうから、まずはね、もう半分に切ります。ここに血が入ってるんで、これ入ってんだな、ここにこっちが入ってるね、これを抜くんやけど、ざっと洗います。焼肉はね、ほんまね、もうほんまレアで食べる、新鮮なのしかあかんけど、生芋も好きやから生で食べたいぐらいの、今はね、ダメやから、何があるかわからんからね、生芋よって言っておいてね、新鮮って書いてあったら、もしかしたら自己責任でいっちゃうかもわからんけど、今日ちょっと水につけてね、何回かこうやって水変えます。こんな濁んでね、濁ると濁るでしょ。水を変えます。
ロッカーだね。湯沸かしてる。血が固まるからもっと出るのね。そんなにないね。で出たんじゃないかな、ね、これあるね。これが臭いから別に入れたら、ね、固まって出てくるで。入れてるでしょ、こんな感じ。では沸騰してきたので、ね、入れていきましょう。さっとね、沸騰するので、軽く下火にします。2分ぐらいでいいかな。血が固まったらいいから、2分も入れたら十分やと思うけど今までね、知らんかったから血抜きして、もう出汁で煮つけとって、カチカチになるし、味もね、うまい、なんか入んのがいいけど、なんか美味しいのは美味しいんだけど、硬いね、カチカチなのね、ふわふわにするのに一回下茹でして、もうこれを一回、ね、もう一回洗って、でから出汁で、出汁とか味付けして、で、まあ5分ぐらい煮たらいいらしいんだけど、そうしようと思う。
嫌なもん。よし、水で洗い流していきます。その間にちょっと出し、これ水100で、水100で砂糖が何でしょうか。ちょっと砂糖甘い目の方がいいから、砂糖をザラメを、醤油2ぐらいとか、3ぐらいとか、3ってで、ここにお酢漬け、下みたいなのにつけてもらうの。大体3ね。待てよね。あんま見たらんな。これに洗った芋を入れていきます。で、これを生姜を入れて、落とし蓋、こういうふうに中火か弱火ぐらいにしておいて、こういうふうに煮ましょう。
はい、5分煮たんで、ちょっと蓋を開け、蓋で落とし蓋を取って、ちょっとね、強火にして、ここにね、2分ぐらい煮込んないかな。強火じゃなかったかな。どうなんだ。少し多かったかな。食べてみようか。ここ2個にどれぐらい味ついたかな。
よっしゃー、これ完成。あとは冷めたら終わりです。完成です。